じゃあ皆さん、もう時間になりましたので始めたいと思います。今日はお越しいただきましてどうもありがとうございます。SSC で真ん中研究会、結び構成プロジェクトを主催してます真ん中と申します。今日は40分という短い時間ですけれど、どうぞよろしくお願いいたします。それでちょっと座って他の登壇者もいるので、座談会形式でいきたいと思います。このプロジェクトはですね、映像プロジェクト、ヤングムスリムの窓というタイトルで、実施している、今年度1年間で実施しているプロジェクトになります。私自身は結び共生プロジェクトという研究会では、今日1階のホワイエのところでブースを出していますので、ぜひ終わったら見に来ていただければと思いますが、イスラムとか、イスラム教徒というキーワードで、日本社会においてもう少し暮らしやすい新しい共生の形が何かしら実現できないかということを考えながら学生たちと一緒に活動しています。で、今日のこの映像プロジェクトヤングムスリムの窓はですね、その研究会の一環として、実施しているプロジェクトです。皆さんイスラムというとどういうイメージをお持ちでしょうか。怖い宗教であるんですね、思っている方はあまり多くないかもしれませんけれど、おそらくですね、自分とはちょっと遠い宗教だな、自分にはあまり関係ないかもしれないなと思っている方が多いかもしれませんけれども、日本でもですね、実はイスラム教徒は着実に数が増えています。主には外国人ムスリムと言われる方が多いというふうに皆さん予測されるのではないかと思いますけれども、中には日本で生まれ育った日本人ムスリム、また日本の生活習慣の中で育ってきたような若いムスリムたちというのも着実に数を増やしています。私が主催している研究会の中にもたまたまではありますが、日本の中で育ったイスラム教徒の学生であるとか、また人生の途中でイスラム教徒に改宗した若いムスリムというのが研究会の中に混じっています。で、そういうか学生たちと一緒に今活動を続けているわけですけれども、その学生たちはですね、またヤングムスリムたちというのは自分たちで、映像制作をしたり、自分たちで SNS を使って自分たちが、どういう暮らしをしているのか、またイスラム教徒として日本で暮らすというのはどういう意味があるのかというようなことを、発信しているということがあったんですね。それで昨年ここにいらっしゃる、アモーさん、京都聖華大学のアモンさん、それから映像作家の澤崎さんと一緒につながりまして、こういう若いヤングムスリムたちをつなぎ、そしてヤングムスリムたちが、実際に、自分たちのことを発信している、それをプロジェクト化できないかというのを考えるようになりました。で、実際にプロジェクトの中でやっていることというのはですね、今までもうすでに自分たちが自己発信している、それをですね、プロジェクトの中で映像を作ってもらって、彼らの目を通して自分たち自身がどういうふうに表現されているのか、また彼らの目から日本社会をどのように映っているのかというようなことを、描いてもらうということを考えています。それから映像作家の澤崎さん、それから研究者である私、また安毛さんの目を通して、そうした映像はいかに見えるのか、また私たちは主に澤崎さん映像作家ですので、ヤングムスリムたちが撮っている映像を、またさらにその後ろで澤崎さんがその映像を撮るというような、こうクロスさせるような、映像制作も同時に並行してやっていて、そういう映像を使いながら新しい日本社会がいかに見えるのかというようなことを、考える、プロジェクトになっています。で、1年かけてやろうと思っているプロジェクトなので、今回の ORF ではその中間発表的なセッションという形になります。今日40分間使って一人一人ヤングムスリムたちが、どういう映像を作っている、映像を使って何を表現しようとしたのか、またその映像を見ながら、映像作家、また研究者はどういうふうにそれを見たのかというようなことをみんなで話していきたいと思っています。改めてご紹介しますが、どこから行けばいいかというと、こっちからかな、ヤング、主人公のヤングたちを先にご紹介したいと思います。一番皆さんから向かって右側は、野中健 OB で今社会人をやっていますエルトゥル・ユヌス、それから、早稲田大学所属ですけれどいろいろな活動をされているアリアン君、
それから今現役の野中健 の, あのメンバーで、長谷川守君です。それからこちらあの映像作家の、沢崎健一さんです。それと私の隣にいるのは、京都精華大学で教えていらっしゃる天野さんですけど、あの SFC の出身で私の後輩でもありますという、あの5人と私で進めていきたいと思います。それではあの時間もありませんので、一人一人あの今制作している映像を 見ていただきながらですね、簡単に自己紹介も含めまた何を考えたかみたいなこともシェアしていただければと思います。じゃあ柚之助君からお願いします。はい、じゃあちょっと最初にあの動画から、ね、まあ、15秒ぐらいですけどあのお見せして、そのまあちょっとこうお話をあの上から続けていこうかなと思います。ちょっとイスラ皆さんこんにちは、ユヌスです。ちょっと今日はですね、イスラム教徒の生活というか、イスラム教徒が日本社会でどういう生活をしているかっていうのをちょっと皆さんに実態をですね知ってもらいたいっていうのでこの動画を撮っています。今日はムスリムミームっていう、あのミームっていうのがまずそもそもね、世界中に散らばってる、インターネット上で散らばってるこう面白画像っていう感じで、今ちょっと動画を僕の方では撮ってまして、なんかご覧の通りちょっとまだ編集がですね、あの途中っていう感じではあるんですけど、あのなんか YouTube っぽい動画を今ちょっと撮っています。というのもですね、あの、まあ、先ほどご紹介いただきましたけど、僕はあの、まあ、父親が外国人で母親が日本人の、日本で生まれたあのイスラム教徒です。で、言語自体は日本語でこう生活をしてきたので、あのもうほとんど日本の小学校、中学校、高校、大学というのを出て、野中健を卒業して今社会人2年目でございます。で、社会人2年目っていうのは普通のもういわゆる一般的なこうあの日本の会社の、まあ、メーカーに勤めてましてっていうあの状態で今こういった動画を撮ってます。でですね、あのこの動画は何をこうやろうとしてるかっていうと、あのムスリムミームっていう、でまあ、今こう若者、まあ、ムスリムの若者の中でこう結構インスタグラムとか、まあ、ツイッターとかだったり動画とかでですね、なんかこうイスラム教徒あるある的なあのミームってあの MEME って書くんですけど、そういうこうあの、まあ、そういうなんていうんですかね、こうコンテンツがありまして、こう見て笑えるみたいないうようなのをこう説明しているような動画になっています。でなんでこんな動画をこうちょっと撮ろうかって思ったかというとですね、あの、まあ話がすごく長くなるのでこの5分でちょっと紹介するの難しいんですけど、まあ日本で生活しているイスラム教徒、まあ、あのヤングムスリムとかムスリム2世と言われている人はですね、まあ、ちょっとこうあのイスラム教徒って聞くと日本社会側からは結構けん、まあ、あの何一体何が行われているのか分からないからちょっとこう引いて見ちゃう人っていうのがすごくほとんどでして、まあ、社会に出てもですねそれをすごく痛感している感じなんですね。でそこでこうなんとかこう、まああのムスリム2世っていう存在を伝えたいとか、あの、まあ、なんとか自分たちの生活レベルでのイスラムっていうんですか、こうあのあのイスラム教徒って聞くと日本社会ではこうあの行動、イスラム教を報道するレベルであのニュースとか出てくるイスラム教徒っていうのと、まあ、教え、まあ、ちゃんとしたすごくこうしっかりしたあの、まあ、ブルアンだったりいろんなこう大切なしなきゃいけないこうイスラム教の教えっていう二教になっちゃってるんです。そこにこうあの生活レベルでのイスラムっていうんですかね、あのヤングムスリムたちが実際にどうやって生活してるのか意外とこうあの緩かったりとか、人によってそれぞれなんです。このあと2人も多分お話があると思うんですけど、そういうのを何とかして紹介しないといけないなと思った時にこうあの YouTube とかを使ってなんか面白おかしく紹介するというか、なんかこう笑いを交えてなんかこう YouTube っぽく撮るみたいなことをすることによって、よりこうあのなんていうんですか、あのフレンドリーな感じで見れるというか、よりこう距離を近くして、まあ、同じ教室の隣にいるような存在みたいな感じでこういったちょっと動画を撮ろうと意識しています。まあ、というのもあのこういう感じでちょっと動画を撮ってるんですけど、まあまあこういったあの今活動している中で、まあ、社会人っていうのも経験してるので、なかなかこうあんまり動画編集がうまくいってないとか、そういうリアルな部分もあります。でもう一個、まあ、目的としてあるのは自分の高校自体に一個伝えたいあのまあ、自分が高校生の時ってすごくこう孤独だったし、僕みたいな存在は他にいるのかなと思ってたんで、そういうのに対して YouTube とかいろんな動画をあの介して、あこういう人がいるんだということを伝えられれば、すごくそれであの自分のためにもなるし、高校生の時に自分にもそういったものが伝えられるかなと思って、こういう動画を
っと YouTube に発信をメインにしたいと思います。はい、ちょっとこう後でいろいろご紹介できたらと思います。よろしくお願いします。はい、ヨナス君どうもありがとうございました。見せなくていいのかな？時間もないから。そうですね。はい、また時間があったら。はい、じゃあ次、アリアン君お願いします。お願いします。アリアンと申します。これどこ行っても僕やってるうちのネタなんですけど、鉄板ネタがありまして、アリアンって覚えにくいと思うので、ドリアンからのアリアンで覚えてください。よろしくお願いします。これもう何回も聞いてるあんたたちもいるかもしれないですけど、これも一生ずっとやり続けるっていう、はい、そんな感じです。よろしくお願いします。ちょっといろいろ自己紹介とかいろいろボロボロはしたいんですけど、5分じゃもう終わらないと思うので、僕ちょっといろいろこの動画も見つつお話できたらなと思うんですけど、まずですね、すみません、いろいろ情報もすみません、僕身勝手なところがあってまずちょっとここにいる皆さんに一人だけでもいいんですけどお聞きしたいんですけど、イスラームってここに来る前まででいいんですけど、何だと思ってます、どういう印象がありましたかっていうのを一人だけでもお聞きできたなと思うんですけど、もっと叫んでくれたら拾うんで、ちょっと言っていいよって人います？はい、愛の宗教。愛の宗教ありがとうございます。すごい、すごい言葉をいただきましたね。愛の宗教、そうです、愛の宗教なんですけど、結構その、僕が題材にしてるものとかもまさにそこ、そういうところもあって、イスラムって聞くと、結構その、外国人とか遠いものとか結構そういったイメージを持たれる方もことも、愛の宗教っていう風に言った時に、じゃあみんなパッと愛の宗教って何なんだろうっていうの分かるのかなとかっていうのもそうなんですけど、結構遠いものだっていう風に思ってしまうもので、それが当たり前だと思うんですよね。で同時にそれって日本社会が、ムスリムっていうか、ちょっと遠いものに対してそういうふうに思ってしまうっていうのは結構わかるんですけど、これで実はムスリムの、人たちもムスリムに対して結構偏見って持ってたりとかするんですよね。いろんなムスリム、いろんな、ここでもお話先ほどされてましたけど、いろんな本当に生き方がある中で、ムスリムってこうだよねとかっていうものって意外とムスリムのない中でもお互いにいろいろぐちゃぐちゃしているような、それがむしろ多様性でいいよねみたいな風にもなるんですけど、そういったものも、あるっていうのが、そういう課題感を僕はちょっと結構、幼い頃から持っています。で、それをじゃあ僕のその人生の中でじゃあどうしようかなっていう風に思った時に、一応僕肩書きが3つあって、一応研究っていうのもしてるんですけど、大学で研究しながら会社経営しながら、あとなんかちょっと作品作ったりとかそういうのを普段してるんですけど、これってなんかすごい いつも言われちゃう、なんかその どこにでも突っ込むなんか中途半端なやつみたいな風に言われちゃうんですけど、これで僕からすると一つ、こういう生き方をしてる人はこうじゃなきゃいけないよねっていうのを、自分の人生を持って自分の生活とか自分の言動を持っていかにそうじゃないかっていうところを、伝えるかっていうところを、意識してるっていうところで、ただこの全然違う頭なんですね。研究の頭と、会社経営の頭と、あとはそれこそ作品とかアーティストたちと関わる時の頭って全然違う頭なんですけど、それを統合してくれるのが僕にとってはイスラムかっていうふうには個人的には思ってるんですけど、ただそれだとしても、この3つのものを感覚っていうのをそれぞれ忘れない何か一つ統合してくれるようなの、これ結構やっぱり覚えておくのが難しいので、この感覚とかっていうのをそれを一つの作品にして自分の今後の教科書になるようなものを、一つ残しておきたいなっていうのが、今回のこの動画でした。で最初も結構いろいろ仕込んで、その一つ一つの感覚っていうのをちゃんと、一つ表現しきった5分とか10分の動画を作ろうかなと思ってたんですけど、全然うまくいかなくて、ちょっと結構進んじゃってると思うんですけど、見てるとお分かりかもしれないんですけど、ここにいる沢崎さんとの
会話っていうのをそのまま、カメラで撮って、それが何よりの一つ僕にとっての、今後のための教科書にもなったし、まあ、一つ三つの、顔っていうのを一つ統合してくれるようなものにもなったっていうものです。時間大丈夫かな。で、まあ、一つその、まあ、作っていく上で、感じたことは、僕今までその自分が主体として、まあ、いろんなものを作っていくとか、会社を作っていくとか、サービスを作っていくとか、作品を作るっていう、そういったことは今までずっとやってたんですけど、自分が主体として自分を思う、なんか自分っていう客体を主体的に作るっていうことは今までやったことがなくて、それが、まあやっていくうちに、今までノートで書いているあの自分のメモとはまた違う誰かに一応見せようとしているっていう、その感覚もこの動画には入っているので、そうした時の自分と、まあ、一つなんでしょう、自分用のメモに自分のために書くものとかってあると思うんですけど、それとはまたちょっと違う感覚を持ちながら動画を作れたなっていうところが、すごい良かったなっていうふうには思っています。ちょっと結構情報量多いかもしれないんですけど、とりあえずドリアンからのアリアンっていうことと、なんか日本語喋ってるっていう、日本語喋りながらいろいろやろうとしている人間がいるっていうことだけでも覚えていただければなって、でこういうのもこういうムスリムもいるんだっていう、まあ、そういうそんな感覚で、僕は日本社会に対してもそうですけど、まあ、同世代の同じ世界に、世界中にいるムスリムに対してもそれを表現しようとしているっていうのが、まあ、この動画をはじめとするすべての活動になります。ありがとうございます。はい、アリアン君どうもありがとうございます。じゃあ続いて、長谷川守君お願いします。はい、僕は今慶応の SFC の3年手間中研に所属しています、長谷川守と申します。僕は人生の途中、2020年に、イスラム教徒に改宗した人間で、もともとそのキリスト教だったかとかそういうふうなのはなくて、普通にまあ、お葬式になったら仏教のしきたりに沿ってやったりとかしてはいたんですけど、まあイスラムに、まあ、偶然出会って勉強していく中で、なんか ただただ研究として面白そうだなと思ってたのが、なんか独立かって結局自分がイスラム教徒に改宗してたみたいな感じなんですね。で、僕はもともとその、7月に展示会みたいなのをやっていた、このプロジェクトとしてやっていたんですけど、その時は野中研の紹介動画っていうことで下でも流れていますが、研究会の紹介とあとフードドライブっていう活動をやっていて、そこが自分が何でやってきたかっていうことを、まあ、発信するためにその動画を作りました。でその後その自分がなんで、イスラム教徒に改宗したのかっていうことを聞かれることがやっぱり多いんですね。それは日本人イスラムムスリムからもノンムスリムからもすごい聞かれることが多くて、じゃあそれで自分で作ってみようっていうふうに思って、今回まだ前編を作れてはいないんですけど、前編を作れてないのに予告編だけ作った感じなんですけど、ちょっと1分ぐらい見ていただけたらなというふうに思います。お願いします。
の、まあ、いわゆる文化っていうところで育っているやつがなんでイスラム教徒に改宗したんだろうみたいな、それを言われた時に、あ、なんか自分の持ってるアイデンティティというか、そのなんか、経歴みたいなのって割とあのすごいというかレアというかなというか、なんかそういうのなんだなって思って、ただただその、僕は全然今まで映像を作ったことがなかった人間で、その下で流している動画が結構初めての動画だったんですけど、それをやってみて映像で伝えたことで、その学生から今まで一度もそのフードドライブっていう活動に来たことなかった人もすごいなんか情報量をもらいましたっていうふうに言ってて、それでじゃあ自分自身の動画っていうのもただただあの文章で書くとか論文にするとかだけでなくて、やっぱりこういうなんか人間もいるんだよっていうことが映像ってやっぱ伝わりやすいのかなっていうふうに思って、それであの自分自身も映像を作ってみようっていうふうに思って、なんで それが自分自身でも映像を作ってみようっていうふうに思いました。で、映像を作る中でやっぱりその自分自身もその場所によって結構その誰に対して話すかによってイスラム教になんで改宗したのかっていうのをいろいろとあの話す内容とかも違ったりしたんですけど、一回その自分の中でそのまとめたものを作りたいなっていうふうにもちょうど思っていたところなので、今後その、まだ本編ができてないんですけど、あの映像を自分自身が何で回収したのかっていうのをちゃんと向き合えるような動画であり、かつその研究とかでもあの当事者がちゃんと自分で語るっていうこともあってもいいのかなっていうふうに思って、それでこれからあの研究としても何かできたらいいのかなっていうふうに思っています。はい、ここからは以上。長谷川さん、どうもありがとうございました。じゃあ、 あのここからはですね、今度はあのこっち側の左側に移りまして、映像作家の視点、それから研究者の視点ということで、あのこのプロジェクトをあのどう見ているか、また学生たちの、学生じゃないか、ヤング の皆さんの映像をどのようにあの見たのかというようなことを観点でお話しいただければと思います。佐々木さん、お願いします。佐々木と申します。映像作家をやっております。ですね、あのこのプロジェクトでは、まあ、皆さんに映像を作っていただいているんですけども、まあ、僕の立ち位置というか役割としては、まあ、彼らにまあ映像の作り方を少し伝えつつ、あとは映像を作っている彼らをドキュメントするということで、まあ、僕とあの今後ろでカメラ回している、新明さんと我々2人で、まあ、ドキュメンタリー映画を作ろうというような、目的もあります。で、あの今日はあの僕が作るものというよりもあの参加から今いろいろ作品の紹介と、まあ、活動紹介があったので、まあ、それぞれコメントを、したいと思います。で、最初にあのユヌス君なんですけども、ユヌス君は、まあ、あのご覧になったように非常にあのパフォーマティブなあのお話が非常に上手な方で、あの YouTube をやってても非常に、まあ、キレキレで結構喋るあの人なんですね。あの、まあ、それであの いくつかあの YouTube ネタもあのブレスト段階では出して、そのうちの一つを今いろいろあのやってみているという段階なんですけども、まあ、彼の場合は非常に、まあ、伝えたい人、まあ、先ほど彼自身があのおっしゃってましたけど、あの高校時代の自分自身のようなあの孤独を感じているような人たちに向けてメッセージを投げかけたいと、まあ、そのためにいろんな、まあ、ムスリム民は少しユーモアを含んだようなものになろうかなと思うんですけども、まあ、そういった形でいろんな、まあ、情報を発信していくということをやりたいということで、まああのまあ、今第1弾作っている途中なんですけども、まあ、本当にユースクの場合はあの量を作っていけると非常にあの発信力が生まれてくるんじゃないかなと感じています。ちょっと短いですけどこれぐらいで、はい、あのその次はですね、アリアン君なんですけども、まあ、アリアン君僕にとっては結構一番謎な人物で、あの実はプランも全部暗唱されているそうなんですよね。かなりすごい人いうらしいんですけども、僕はその凄さっていうのはやっぱりあのムスリムについてあまり詳しく知らないというのもあるので、あのよくわからないんですけども、同時にあの起業家としても顔もあり、学生であり、まあ、研究者でもあり、でアーティスティックな側面もあると。で、まあ、今回は、まあ、彼自身が言っていたこととして、まあ、普段表に出さないような自分をこの映像制作を通じて、まあ、出してみたいということで、まあ、先ほど流れてた映像で僕とあと、まあ、あの新明さんも一緒にいたんですけども、いろいろ会話をしているプロセスそのものを映像の内容として見せるというような作品をあれは作りました。
彼の作品が一番この映像プロジェクトを、象徴的なものなのかなと、感じてます。いろいろその映像を作ることって、作る過程でいろんなことを考えるわけですね。その考えるっていうことがいろんな発見につながったりだとか、自分がそれまで気づいてなかったこととか感じていなかったことっていうものを感じられたりするようになるというようなプロセスもあったりするので、彼はその過程そのものを映像の内容にしているので、非常にこのプロジェクトを、象徴するものになっているのかなと、思いました。で、あと最後ちょっと付け加えると、何ですかね、芸術って言われると基本的に映像作品とか、彼の場合非常にアーティスティックな作品を作っているので、これアートっていうと基本的に西洋技術を指すんですよね。近代以降は特に、キリスト教だとかと関わってくるような表現になってくるんですけども、それとは違う観点から何かしらその芸術的な表現というものがあり得るのであれば、今後そういったものが見れたりすると、なんかすごいそうだなというのを なんとなく感じています。というのがコメントです。で、最後は長谷川君なんですけども、長谷川君非常に今日お母さんもいらっしゃったんですよね。銭湯屋さん の息子さんということ で途中で改修したという、非常にユニークな経歴の持ち主なんですけども、彼は非常にコツコツと一歩一歩なんですかね、すごく積み重ねていくタイプで、今回多分映像制作というものを全くやったことがないのに、結構もう現段階でできるようになってるんですよ。で、今までやったことのない取り組みだとか、なんかこうなんですかね、すごい勢いで吸収していくっていいますかね、それがすごく見てて、なんですかね、非常に面白かったというか、いろいろ映像制作を一緒にこういうふうにやるんだよって言ったようなことが、それ以上のものがこう返ってくるのに非常に面白いなと感じています。で、彼の場合はその映像っていうものを今後のその活動の、彼自身の中のどこに位置づけていくかということで、映像の内容が結構変わってくるのかなと感じています。おそらくその、研究者的な視点ですかね、そのエンターテインメントとか芸術作品というよりも、研究過程で映像というものを活かして、映像ならではの考え方とか気づきとかっていうものをこ うまくそのご自身の研究に活かしていくといったような感じで映像を活かしていくといいのかなというのは、横で見ててちょっと感じています。ということぐらいですね。今時間的にちょっと過ぎてますかね。はい、コメントとしては以上となります。はい、ここからは以上になります。はい、沢崎さんどうもありがとうございました。じゃあ安野さん、研究者としてこのプロジェクトに関わっての、よろしくお願いします。そうなの、お聞かせください。京都精華大学で教えております安野かえれと申します。野中先生とは実は学生時代に SFC で後輩の野中さんが先輩で、私は後輩というので、専門がすごくアフリカの人類学、文化人類学をやって、ずっとセネガルに行って研究をしていたんですね。なのでセネガルはムスリムが本当に 90% 以上なので、ムスリムであることが普通の社会なので、なのでそういうところでやっぱり若いイスラム教徒たちがどういうふうに自分を発信してたり、どういう、デジタルネイティブなので同じく新しい動きがあるのかなっていうのを見てきて、でやっぱり日本のその、3人にちょっと今お話を伺ったり、映像作って様子を 見させていただいたりして、なんかそれぞれやっぱりこうイスラム教徒としての生き方もそうだし、魅力的なんですけど、それぞれ のライフヒストリーというかなんですけど、同時にやっぱり、全く同じ状態じゃなくて、それぞれのやっぱり家庭であるとか、そのスピリチュアルな目覚めみたいなのとか、いろんなところでそれぞれがそれぞれのなんかこう宗教の向き合い方とか、日本社会の向き合い方とか、勉強してきたこととか、いろんなこと要素があって、それぞれのパーソナリティができてるなっていうのもすごく魅力的だし、そういうダイバーシティっていうのはなんか、ダイバーシティ理解って言ってやっぱ、イスラム教徒等層じゃない人たちとの多様性を認め合うみたいな話になりがちなんですけど、イスラム教徒 のそれぞれの人もすごく多様な生き方をしているっていうのも、こういうプロジェクトを通してすごく伝わりやすくなるんじゃないかなっていうのがあります。それが一つで、あとやっぱりこのデジタルネイティブ世代の壁みたいなのが結構やっぱりある気が
してまして、壁というのは逆にこうさっき の, あのイスラム教の、はい、愛っていう のを多分認識している人と、なんか本当に私の学生にちょっと映像を 見てもらったりして聞いたら、あ、イスラム教とはイスラム教って本当にあまりにも遠すぎて私には何の接点もなくよく分かりませんがみたいなところからコメントが始まる場合もあるの で、あとそういう場合にやっぱり興味がある人はどんどん今もう自分のスマホ一つでいろんなことを情報にアクセスできるんですよね。逆に興味がないと全く取っかかりもなければどこをどうアクセスしていいのか分からないみたいな、その壁っていうのはどんどん逆にデジタル世代になってすごいオンデマンド世代になってすごい増えてる気がして、私とかはまだギリギリマスメディアの世代なので、そうすると情報がニュースを通してバーッとある意味来たりするっていうのを、まあ、いい意味でも悪い意味でもあるんですけど、今は本当にすごくオンデマンド化されていく情報っていうのにちょっと危機感があるんですね。なのでこういうなんかプロジェクトを通してやっぱり発信方法が何枚かスライドをこれまあ、人類学っていう視点から言うとやっぱり他者を理解するためにみたいな、その他者と自分の研究する側っていうのをすごい切り離してたっていうのをちょっとやっぱりどういう見直すっていうのが一つか、もう一つの方に最後の一言なんですけど、さっき言ってたようにそのデジタルネイティブ世代の中でもすごくなんか溝が深まってるっていうので、いろんな発信方法ができるっていうのがこのプロジェクトのすごいいいところかなと思っていて、 YouTube みたいな本当に映像の発信方法もあるし、こうアートというかその映像作品っていう形でまた別の人にとっての目に触れるアプローチっていう部分があったり、ドキュメンタリーだったり、まあ、私はこうちょっとなんか映像を使わせてもらって、まあ、ダイバーシティ理解の授業のための教材みたいな形でも使わせてもらったりするみたいな形 でそれを一緒に見合ったりしてコメントし合うことでちょっとずつ理解が深まったり溝が埋めることができたりみたいなことがいいかなっていうので、この一つの作品をパッて作るっていうよりかはそのいろんな作品を通してダイアログも生まれるっていう、そういうプロジェクトっていう意味でなんかこうぜひ一緒にさせていただけたらいいなというのを考えています。こんな形です。はい、アモさんどうもありがとうございました。このセッション大変時間が短くて、まあ、40分という時間をいただいているんですけれど、あと10分ぐらいなんですが、どうしましょう。あまり考えてなかったんですけど、私からもうちょっと送ってみてもいいですし、もしなんかフロアの皆さんからもせっかくなので、まあ、聞いてみたいこととかですね、まあ、プロジェクトに関することでもいいですし、もちろんヤングムスリムの発信の仕方とかヤング、まあ、皆さんがどういうことを考えているかとかそういうことでもいいんですけど、何かフローからありますか。すみませんこんな聞き方で質問などあればっていうことなんですけれど、はい、そうですね、あ、じゃあちょっとなんか聞きにくいかもしれないんで、私から一言だけっていうか今のところこのプロジェクトは来年の2月に最終発表も兼ねた展覧会をやろうと思ってですね、ちょっと京都でやる予定で東京ではないんですけれど、またホームページなどで発信していきますので皆さんぜひ見ていただければと思うんですけれど、ここまでやってきてさらにこの先どういう感じの映像を、まあ、作っていきたいかとかですね、実際どういう人たちにこう向けて見てもらいたいかみたいなことがあればお三方に簡単に教えていただければなと思います。どうでしょう。はい、さっきの YouTube の動画っぽくやってるんですけど、なんかこう最終的にはやっぱりもともと本当に興味がなかったりとか、本当にイスラム教徒とか、まあ、そういう宗教のことを全く今まで触れてこなかった人に向けて何かこう新しい発見をみたいな形にしたいので、なんか将来的にはこう何て言うんですかね、まあ面白い動画だけどなんか最終的には見終わった後にこう、まあ、なんとなくイスラム教徒とヤングムスリムってこういう人たちなのかなって分かるような動画を、まあ、今後も発信できたらなと思っているので、まあ、コンテンツは今ムスリムミームですけど、もうちょっとこう話題が違うようないろんな何か入り口があればいいかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。じゃあ、リアクどうぞ。はい、そうですね、さっき見た通りなんかすごいお二方がすごい、すごいもういいもの作ってくれてるんですけど、僕なんかすごい、まあ二人がいるからそのこんなふざけられるっていうのはちょっとあるんですけど、まあ、ちょっと、まあ、なんか最終的には結構その自分にとっての今後の要石になるような、まあ、なんかそういったものを作れればなっていうふうに思っていたものの、ちょっとお二人とちょっと違う育ち方をしたので、僕はで、まあ、それが結構その日本にいるムスリム社会とか世界中にいる、まあ、そのヤングムスリムと関わって僕は育ってきたので、結構独立だったっていうか、結構その中でも割と中枢のところに行ったので、僕は結構その、まあ、日本にいるヤングムスリムをはじめとする、まあ、世界中のヤングムスリムに対して伝えたいことがあるので、まあ、そこかなっていうのが多分僕の動画結構そこが特徴的になるのかなと思っていて、なぜかというと、まあ、それぞれの環境の中で、まあ、一種の、こういうふうに生きなきゃいけないんだとか、まあ、いろんな自分自身に対しての偏見とかってあったりとかするので、まあ、それを、そうじゃなくてもいいんだよっていう、まあ、許可をっていうか、まあ、そうですね、そういう動画を作ればなって思っているので、まあ、僕は他人っていう、今、まあ、他人っていうか日本社会とかではなく、まあ、自分自身とその周りにいる人たち。そうですね、ちょっと今日アリア、皆さんの3人ともの映像をちゃんとお見せできないのが残念なんですけれど、アリアン君のはですね、前に聞いた話で言えば、こうイスラム教徒としてのぬいぐるみを着てるんですっていう言い方が前知ってくれたことがあって、多分なんか そのぬいぐるみをいかに壊すのか、新しいぬいぐるみを作っていく、そうですね、まあ、いろんな意味があると思うんですけど、それぞれの環境によって多分そのぬいぐるみのあり方って変わると思うんですけど、そうですね、他者へのぬいぐるみ、あ、他者へとノンムスリムへのぬいぐるみとムスリムの中でもぬいぐるみっていうのは多分僕は別々のものがあると思っていて、それっていうのは、まあ、ノンムスリムに対して見せるぬいぐるみって何であるかっていうと、ノンムスリムが、ムスリムに対しての理解がちょっと少し違ったり、それに対して合わせようとしているっていうのがあったり、でそれと同時にムスリムの中でも、また別のぬいぐるみが、別のまあそこはちょっとまたぬいぐるみって言い方ではないかもしれないですけど、まあ、それはあるのかなと思っているので、まあ、単純にお互いへの理解を深められるような、お互いの理解の一個になるような、そういう一つのきっかけになるようなものになるかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、守君どうぞ。あ、はい、僕は、なんか、回収した理由っていうのを話すと、ノンムスリムの人に回収した理由を話すと、結構、なんか、イスラムが、それこそ遠い宗教だと感じてたのが、割と身近に感じるっていうふうなことを言われることが多かったので、でそれで場面ごとに話を分けていたっていうのも、なんか僕ない、日本語学習支援とか、いろんな、あとは銭湯のことでも、なんかイスラムと絡めて、イスラム、ムスリムとかから怒られるかもしれないですけど、話したりすることがあって、でしかも人生の途中で回収しているので、断食なんか本当に大学生になるまでやったことがなかった、けど、なんかやってみたらできたみたいな話があって、いろいろと多分、イスラムについて知らない人たちのなんか取っかかりみたいなのは結構僕は持っているのかなというふうに個人的に感じていまして、なのでそういう何だろう、人に関心があるとか日本語教育に関心がある、銭湯に関心があるとか、なんか男子校で育ってきたみたいな、そういうなんかいろんなところで引っかかってくれた人が僕の動画を見てイスラムについてちょっと身近に感じてくれたらなというふうに僕は思いながら、映像もなんかただただ三人称で撮るって誰かがこの人がこうやりましたみたいに撮ることって多分誰でもできると思うんですけど、自分が撮るっていうことでやっぱり私はこういうことをやってこう思いましたみたいな感じの、やっぱ自分が作るからにはなんかそういう一人称的な語りもやってみれたらいいのかなというふうに感じています。はい、ありがとうございます。今日かな、ここまで聞いてきて何かフロアの皆さんからありますか？なかなか発言しづらい大丈夫ですかね。もしよければ今の、お話を聞いて、澤崎さん何かありますか？ちょうど今時間来ました
なんですかね、今ちらっとお話伺いながら前メモってたんですけど、僕にとってもそのムスリムっていうのは、今回非常に大きな学びの機会になっていまして、ユヌス君の場合はその、生活するムスリムという、今日生活するムスリムって単語出ましたっけね、出てないか。生活の中で、いろんな彼会社員やってるので、例えば1日5回礼拝やるのもなかなか難しい日もあるかもしれないといったような暮らしをしている、その生活するムスリムということと、今ぬいぐるみを着たムスリムというのがありますけれども、いろんな顔を持つムスリムがいて、で、営業するムスリムというか、いろいろこう途中から改修したムスリムがいるというような、そういったような若者たちがいるということ自体が、非常に僕にとって驚きであり学びの機会になっています。今後もいろいろ江戸先生をとても楽しみにしております。よろしく、引き続きよろしくお願いします。はい、じゃあ大変駆け足でしたけれども、本当全く映像とかも見せできなくて、本当にちょっと時間の足りなかったのがもったいなかったなと思いますが、かなほさん最後あれとか出るのかな、 UR とか。ですね、このヤングムスリムの窓というプロジェクトは、モナカ県 の、 活動の一環でありつつも、別プロジェクトとしてウェブサイトを澤崎さん中心に作っていただいていて、そこで、この3人が作った、ビデオなどもですね、フルで載せていますし、今後も随時、情報がアップされる予定ですので、ぜひ皆さん、ここで見ていただければと思います。それから野中健自身もいろんな活動をしています。で、私自身もずっとインドネシアのイスラム社会のことを研究していまして、それでやっぱりイスラム教徒の皆さんと現地で知り合うし、お友達にもなり研究を進めるんですけれど、やっぱり研究者とそれから、研究の対象者っていう形でずっと研究を続けてきました。一方でこうやって SFC で教えるようになり、学生たちと関わる中でどんどん私の学生の中にも、ヤングムスリムたちがいると。で、ノンムスリムと、イスラム教徒の学生が、全くその、なんていうんですかね、お互いに、そこに壁を全くなく一緒に活動するということが、実現していまして、すごく SSC いいところだなと思っているんですけれど、そうするとですね、もうなんていうか、研究する側と研究される側みたいな、その壁がなくなっていく、その感覚を学生と一緒に味わっているところです。このプロジェクトをまさに、そういう壁を乗り越えて、自分たち自身が発信、今まで書かれ、そして研究されてきたその対象が自ら発信するという役割を担い、そしてそれを、一緒に私自身は研究者という立場で、また指導する、学生を指導する教員として、一緒に関わっていくというようなプロジェクトが、このヤングムスリムの窓でも実現しているのかなというふうに思っています。また今後もですね、野中家もさまざまな活動を続けていきますし、ヤングムスリムの窓も来年の2月に向け、さらに、パワーアップバージョンアップしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんまた、見ていただければと思います。今日は夜遅くまでご参加いただきどうもありがとうございました。以上でセッション終わりです。失礼します。Thank you.